ターン中の X 脚に悩まれる方も多いかと思います。まずは三関節ですね、足首、膝、股関節が初期動作同じだけ一瞬曲がります。あとはブーツの角度がある程度決まってますんで、股関節と膝が可動としては大きく出てきます。股関節屈曲、伸展ベース、その時に重心の位置によってこの脚がパラレルでいられるか三角形になってしまうのかっていうのが出てしまいます。ターン中やはりこうシャドウの中にいますので、必然的に体がちょっと逃げるとこうなります。でこの足が逃げちゃいけないからといって体をこっちに持ってきた瞬間、このような形状になってきます。できるだけパラレルの脚でいられるというエクササイズを紹介します。ストックを2本このように束ねます。で前側から内側ですね、両脚の内側にこういうふうに持つ感じで、かなり動きづらいです。スキーの面からもう外れられない状態です。この中で両脚の外旋内旋っていう動きを使っていきます。ターンの前半に重心移動がうまくできると両脚は回旋できます。この重心移動がないと後半に処理することになるのですごく大変になります。まずは最初の4ターン重心移動せずにターンの後半だけで回し込んでいくもの、5ターン目からは重心を積極的にターン外側ですね、スキー進行方向へ進展を使って両脚の回旋を引き出すもの、この違いでちょっとやってみたいと思います。下に向かいながら外足のひねりだけで、これは結構筋力も使うし慣れないと難しいです。かなり後半こういう形で膨らんでしまいます。前半にここから進展要素でドリフト、ここから進展動作、ここから進展動作、そうすると後半は比較的ここでストップしやすくなります。ここでストップ、重心を移動したらストップ、これをしないまま押していくとここですごく膨らんでったり力で抑えることなので筋力もすごくいります。重心の移動です。重心の移動をトップ方向ですね、この進行方向に移動させて内足の外旋でターン外側へ移動していく、ターン外側へ移動していく、ターン外側へ重心を運ぶ、